ならびチャンネルです。この時間は自宅でできる大学講義ということで、現代の一つの美術の流れでありますシュールレアリスムについてお話をしたいと思います。シュールレアリスムというのはですね、まずフランス語です。シュールというのは何かというと、超えるという意味です。スーパーという英語がそれに、合ってますね。スーパーレアリスムっていうと写真を元にした毛穴まで描いてしまうような、フォトレアリスムとか呼ばれる一つのアメリカに起こった芸術運動なんですけれども、フランスで超えるべき対象はそこではなかったわけです。人間の精神ですね、心理状態、無意識の領域まで超えてしまうという、そういうものを絵画にしていこうというのがシュルレアリスムでした。シュルレアリズムの芸術が、巻き起こるまでの一つのイントロとして、もっと前の時代から遡ってお話をしていきたいと思います。はい、これですね、これはドラクロワの、民衆を率いる自由の女神という絵です。こう見て我々はこれを見たときに非常にリアルな絵だなと一瞬思います。ところがこの絵を見たときに実は現実離れしているんだということが分かってくるんですが、まず、胸をはだけてしまった裸のお姉さん、足もどうも裸足のようですね。でこの人が死体の上を走り抜けていくわけですね。で山高帽をかぶった おじさんもいます。そして労働者であろう人たちも一緒に集まって何やら戦争らしきことをしているわけですね。これは7月革命というフランスに起こった革命のあらましなんですが、これはまあもうお分かりの通り、裸のこの女性は自由の女神です。そして山高帽をかぶっているこの男はですね、次元大介ではなくて、中産階級ブルジョアジーです。そして労働者階級、つまりこの革命は労働者とブルジョアが手を組んで引き起こした一つの革命であるのだ。それは自由の名のもとに彼らは立ち上がったという記念碑的な絵なのであって、実際の記録映画的に、実際革命が起きたその現場を取材して描いたものではありません。まあ、言うまでもなく、西洋の絵画というものはリアルにその現状を描いたものというわけじゃないんですね。何かのメッセージがあって、必ず何かの物語性、それから偶意性であったり象徴性であったりします。こういったものが19世紀まで連綿と続いてくるんですね。さて、そうするとこの絵なんかも同じことが言えます。これはニコラ・プサンという絵描きで、先ほど見た絵よりもちょっと100年ぐらい前の絵描きになってくるんですけども、彼なんかもこれ、象徴をめいたものがいっぱい入っています。この絵は何かというと、アルカディアの巻人という絵ですね。3人の巻人が何やら、石碑らしきものを見ていて、これは何だろうかと悩んでいるところです。で、この女性がまた謎なんですけれども、これは知恵の女神です。で、この知恵の女神なんですが、彼女はそのことを知っているんだけれども教えない。なんて書いてあるんでしょうか。実はこれはラテン語の名文が書いてありまして、Et in Arcadia ego という言葉が書いてあります。これは何かというと、アルカディアにも私はいる。いたという言葉ですね。中に当然この石碑の中に入っているのは死体です。かつて生きていたであろう人ですね。さて、アルカディアとは何でしょうか。ペロポネーソス半島にあるアルカディアという田舎があるんです。ギリシャの地名ですね。ペロポンというのは樹脂のことです。ネーソスは島です。樹脂がいっぱい取れた島だったんでしょう。で、松本零士先生が書いているキャプテンハロックが乗っている、飛行機というか宇宙船もアルカディアですね。アルカディアっていうのは理想郷の意味なんですけれども、そもそもはペロポンネーソス半島にあるドイナガで、このドイナガがなぜ理想郷なのかというと、今現在我々は都会に住んでいる方たちもいると思うんですけれど、都会が好きな人もいるんだけど、どっかしら都会はまあ、人が住むとこじゃない。本当は郊外に住みたいな。仕事でやむなく東京にいるけれども、老後は田舎に越したいな。なんていうことを言う
声が今でも聞こえてきます。なんと2400年くらい前であろうとですね、昔の人たちがすで、にですね、そのギリシャ時代 BC 4世紀ですよね、その頃に、まあ、都会には未来はないんだと、我々の理想郷は田舎なんだというようなことを言い出しているわけで、あれから2400年経ちましたが、相変わらず人間は同じことを言っていて、結局はですね、自分たちの利便性を考えて都会に住むけれども、相変わらずそれを嫌悪しているということを繰り返しているのが人間なんだと。まあ、それはともかくとしてですね、その理想郷であるアルカディアであっても死は訪れるのだぞという名言になっているわけです。そしてこの真理の神々は知っているけど彼らには言わない。言ったところであなたたちはどうせ死ぬ運命なのだから、それを知る由もないのよというような顔をしているわけですね。まあ、ともかくこういうのを何というかというと、メメントモリと言います。死を覚えよという言葉ですね。モリっていうのが死です。名探偵ホームスに出てくるモリアーティ教授というのは、これ当然偽名でして、モーリアーティというラテン語です。芸術的な死という意味ですね。こういうものをモリアーティではなくて、メメントモリと言います。さて、次に出てくるこの植物ですね、この生物画なんですけれども、さあ、この生物画、これもやっぱり、メメントモリが入ってきています。生物画といって理解してしまうのは、これ20世紀以降の考え方です。19世紀末あたりからそうなったんですが、これには意味がありまして、よく見るとですね、蝶々がいますね。その蝶々が、まあ、蝶々っていうのは、羽化してから数日で亡くなってしまいますよね。で、その隣にあるのがブドウです。ブドウというのも非常に腐りやすいものですね。で、その上にあるバラ、これも切り花はすぐ枯れてしまうんです。つまりこれは死にゆくもの、バニティ、虚飾というものがテーマなんですが、よく見ると救いが一つだけあるんです。そのブドウの横です、右横です。巣がありまして、そこに小さなうずらのような卵がありますね。これは再生を表します。生まれ変わっていくんですね。イースターなんかで卵を、イースターエッグといって卵をみんなでこう、探したりする、あのイベントは何かというと、イースターというのは復活祭です。キリストが復活したわけですね。卵は復活の象徴である。このメタファーを読んでいくと、おのずとこの絵が何であるかが分かってきます。これは死と再生を意味した物語がこの中に込められているわけです。さて、これは何かというと、ものすごく分かりやすいメメントモリですね。女の三世代というようなタイトルで知られています。真ん中にいる白い女の子ですね。髪の毛をいじって鏡を見ています。若い女の子は絵だけが気になるんですね。午後放課後彼氏に会いに行くのに、あ、今日は髪が乱れていると嫌だわと言って、他の男子学生は無視してずっと髪の毛をいじってる。なんてことがするのは若いうちなんです。だんだんと忙しくなってきて何もしなくなってくるんですけども、そして、その隣、左隣ですかね。この人が男の人か女の人かわからないんですが、よく見ると胸がついていて。で、だんだんと、なんていうか、この、隣の女の子と比べると、あまりそういうものを気にしない感じになってますね。そして、その下にいる小さなお子さんが、これが、これも男の子だか女の子だかわからないけれど、つまり、結局、この小さな子っていうのが性の差がないわけですね。まあ、ともかく、こう、女の人というものが、一番、性的に輝いているっていうのが一時でしかないというようなメッセージが入っていて、それを説明するために隣にいる、右隣にいる不気味な人がいます。これは誰でしょうか？これは死神なんでしょうか？どうも違うようですね。上に砂時計を持っています。これは時の象徴です。そして時間が経つと老いさばらいていくどころか死体になってまだゾンビのように生きています。つまりいくら今若くて美しいからといってそのことにうつつを抜かしていると、
まあ、いつか年を取って本当にやらなきゃいけないことがやらないで終わってしまうよというようなメッセージに聞こえてならないわけですね。これもメメントモリと言います。そのようにこの次のものを見てくると、これが明らかにバニティであることがよくわかるわけですね。桃という、桃が載ってますが、桃というのも非常に腐りやすいもので、僕は農業高校出身なのでよくわかるんですけども、桃を出荷するときはものすごく厳重にやります。柔らかい発泡スチロールのかご、なんというか網のようなものでふわふわと包んで、なるべく刺激をしないようにします。指をちょっと立てただけでそこがもう跡になって売り物にならなくなるという非常に厄介なものですね。そしてブドウ、水が多いものは水菓子というふうに昔呼んでましたが、水が多いものは腐りやすいです。そしてその下に生牡蠣もありますね。これも足が早いです。ちょっと時間が経つと当たって病気になっちゃいますね。という具合に、ここにあるものは儚いものの象徴であるということが分かってくるわけです。そして、その論調でこのクールベさんの波という絵を見たときに、うっかり、あれ、これは社会の荒波かなと読んでしまったら、これ大間違いです。つまり、実はクールベさんというのは、この象徴体系が大嫌いで、というよりは、古臭いその象徴体系に縛られて我々は絵を描くというのをやめるべきである。ある決まり事、それから注文主の依頼に基づいて正確に絵を図示していく人間を何というかというと、職業画家というような言い方をするんですけども、それもうちょっと分かりやすい言葉で言うとイラストレーターになります。何かの目的のためにクライアントの理解できる絵を描くことなんですね。で、そういったものが19世紀まで連綿と続き、それはなぜかというと、中世から始まって教会芸術からやがて王侯貴族に使えるようになり、絵描きたちはその権力者の命令によって絵を描いてきました。時は宗教であり、時は、歴史画であった。これらの縛りから自由解放をしようといった、そういった芸術運動を起こしたのが実はこのクールベです。クールベは波を描いたけれど、そこに何の象徴も与えない。彼が有名な言葉を残しています。私は天使を見たことがないから描かない。これは当たり前のことなんですけれども、誰も見たことありません。だからこれは大事なのは描かないというところです。つまり天使というのは当然キリスト教の神の使いだということで、私は神話体系あるいは宗教体系の言葉、まあ、一切そのメタファーが入っているものは書かないのだよというメッセージなんですね。彼は社会主義者でした。社会主義はそのレアリスム、社会主義レアリスムの一つの形態として記録ということを大事にします。記録を残していくこと、社会を記録していくこと、今あるこの現状、プロレタリアート、つまり社会の最下層者たちが今どのような生活をしているのかを、記録を絵画によって留めること、これが最も大事なことなんだという一つのイズムがありまして、それに忠実に絵を描いていたのがクールということになります。クールベは大変その辺が、モダンというよりはラディカルで、当時の人たちは驚いたわけなんですね。はい、そのような思想を受け継いで、風景画というものを全く自由に描いていくという運動が起こってきまして、その後を継いでいったのが印象派の人たちです。これは印象派の一番代表者であるモネですね。で、モネに至っては、そのモチーフを選ぶ自由だけではなくて、そのレアリスムという、要するに重たいレアリスムです。この絵を見たときに、なんかリアルだな、いやいや、わかるわかるわかる、こういう風景あるよね、見たことある、朝ってこんな感じだよ、なんていう方という人がいたとしたらですね、それはもうこういう絵に毒されている人で、これが絵だと思っていたんです。ところが、19世紀の人たちまではクールベのような波の持っている重たさ、波って重たいんです。凍らせてみると分かります。あれ、氷の塊だと思ったらものすごく重たいですよね。流動性があるから
軽く感じるようなもので実は重たいです。だから波にぶつかるとうわーっと押し戻されてしまうのはその持っている水の質量の強さですね。というと水をかくためにはあの質量感、地球の上に張っている水の持っている厚さ、重さ、そして質感を書かなければリアルとは言わないんです。ところがその印象派の人たちは何をやったかというと、一説にはそのリアリティまでも取っ払っていたという考え方もありますが、逆に言うとものすごくリアルです。例えばですね、クールベが波を描いたとして、波を本当に見て描いたんでしょうか。写真がそろそろ生まれた時代で写真をパッと撮って描いたこともあるだろうし、いっぱいクロッキーをしてあとは想像で描いている可能性があります。今でこそストップ画面をストップすることができますが、波を止めるというのは大変なことなんですね。だから見てきたような嘘を描いているわけです。それと比べると印象派たちっていうのは外交派という形で明治時代に黒田清輝たちが持ってきましたが、その名の通り外の光を描くんだということですね。それまで絵描きというのはせいぜいスケッチに行くだけ、あと油絵はアトリエで描くもの、こういった通概念がありました。というわけで、その移り変わる時間の色というのをリアルに追うのが彼らの流儀だったんです。そういった意味では正しい季節の色、正しい時期、時の色を追ってきました。さあここまで来るとお話が分かりやすくなってくると思うんですが、これはタイトルは印象日の出という絵です。さあ日の出ってものすごく難しいんですよ。2分と経たないうちに色が変わります。どん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 変わっていきます。あ、今の色綺麗と思っても次の1分後にはまた違う色になってるんです。これは空気と太陽の光線の持っている屈折と波長の移り変わりですね。一番デリケートな時間帯が朝と夕なんです。これをあえて捉えようとしたんです。ものすごい斬新なことをしてる。そうなるとですね、ここにあるような殴り書きのような書き方をしないととてもでもないけども、その時間帯の絵は描けない。およそ30分くらいで描いちゃったような感じの絵ですよね。これが大事なんです。彼らは形や質というリアリティは取ったけれども、色の持っているその印象という大事なリアリズムは守ってたんです。という守るんじゃない、初めて実現したというべきでしょう。それまで絵描きたちは記憶でしか描かなかった、見て描くことはままならなかった、描けなかったんです。今言ったように5分で変わってしまうものなんか描けません。ということで、これは世紀の新しい芸術を始めたというふうにも考えていいと思います。まあ、そういった論調で、これはルーアン大聖堂という、教会ですが、モネが大変好んで、いっぱい描いています。この絵に関してはですね、朝昼晩で描いていて、この絵だと大体こう午前8時ぐらいでしょうかね。上の方がまだ暗くて、下の方がちょっと光が当たってますね。で、道端にパーンと光が当たっているために、なんかこう反射で下の方が明るくなってるという、なんかこう上の方はなぜ暗いのか、このちょっと理屈がちょっとわからないところがありますけれども、まあリアルな光の調子を追ったわけです。この印象派たちに引き継ぐものをポストアンプレッショニスムと言います。アンプレッションっていうのは英語で言うとインプレッションですね。印象で、ポストとは何かというとその後、以後という意味です。ポスト小泉、ポスト中曽根みたいな感じで、歴代の総理大臣の後釜は誰なのかっていうときにポストを使います。そして、このポストアンプレッショニスムを昭和の時代は後期印象派と訳していました。これは大変な間違いです。後期ではありません。以後ですね。今、政権を持っている人、安倍さんですね。ポスト安倍って言えば安倍さんの後釜は誰かって話になってくるんであって、安倍さんの
政治の中の後半のものを指しているわけではない。だから後期印象派は間違っています。というわけで最近いい役がなくて、ポスト印象派というようなものすごいよくわからない日本語が教科書に書かれているわけですね。まあ話はまあその辺にしておいて、さあこのポストアンプレッショニスムの人たちは何をやったかというと、絵画の本質というものに触れていったんです。ポストアンプレッショニスムの人たちはこう考えました。絵というものは、その本質を探るためにあるんだ、時代がですね、物の本質、イデアを求めていく時代でした。これはポール・ゴーギャンという人です。ゴーギャンはこう考えました。絵画とは何か。絵画はパッションをくすぐる色であり、そして精神性を表す線で表さなければいけない。これらものを充足しているものを芸術と呼ぶのだ。これが絵画なのだと言った。彼は実は象徴主義的な絵をいっぱい描いているんですが、言ってることは非常にラディカルで、自分のところに来る若者たちをそうやって啓蒙していったんですね。その結果、彼らはゴーギャンの言葉に目覚め、抽象主義に、走っていくわけなんです。さて、一方、もう一人のポスト印象派の人たち、アンプレッションの人たちの中の一人はゴッホです。ゴッホはこう言いました。芸術は爆発だとは言わなかった。それは岡本太郎さんですね。でもその装置を作ったのが彼です。心の中にたぎってくる情動をいかに絵画に表現するのかです。だから見てください。このオーベルの教会。形狂いまくってますよ。遠近法なんてめちゃくちゃ、窓の大きさが点々です。屋根もぐちゃぐちゃ、空もゆらゆら渦巻いていまして、庭の草もなんか喋りかけるようにぐるぐる回ってますね。心を病んでしまったゴッホさん、こういうふうに見えたっていう話もあるんですが、それ以上に彼はこの自然界にあるエネルギーと自分の心の中のエネルギーをリンクさせて、それを絵の具に乗せて表現していこう、こう考えたんです。自分の心を全部ぶつけていって、自分の情熱をぶつけていった時に初めて絵画は完成するのだ。この考え方は抽象表現主義という人たちに受け継がれていきます。さあ、ゴッホさん糸杉を描きました。糸杉がぐにゃぐにゃしているのはわかります。空までぐにゃぐにゃしてますね。これすごいことです。それと比べると、ゴーギャンさんというのが非常に理知的で、しかも平面的に絵を扱っていることがわかります。一切陰影というものはほんとつけてませんね。ボリューム感がないと言った方がいいでしょう。そして、このボリューム感のないけれども、何か奥行きを感じ、光を感じるのは、色と色のマジックです。補色対比をしながら、色がいかにすれば輝くのか。色とは何かということについて、ものすごく究明した人です。もう一人の、ポスト印象派の人、これは、セザンヌさんですね。ポル・セザンヌです。この人の場合はですね、奥行き感を出すのがとても苦手でした。アカデミーの教育を受けながらも全部サロンを落ちます。サロンというのは、まあ、明治時代まで、明治から戦前まではあったんですが、寒天というものです。戦時中までありましたね。日本でも寒天と言いました。寒天というのは何かというと、所管庁の官です。つまり国が指定した公募団体のことを寒天というんですね。これをフランスではサロンと言います。で、この寒天に受かったものは絵描きとして国家に抱えられるわけですね。ところが彼はなかなかこのサロンに入選しないで弾かれるんです。まあ見てお分かりのように、19世紀のサロンって写実的なものが並んでいくわけですよ。で、描くものも神話であったりとか美しい女性を描かなきゃいけないのに、ましてや、このタッチしかない絵に関してこれは何なんだと。何かの間違いか、これはタイル並べか、それともモザイクなのか、みたいなことを言われてしまうわけですね。ところが、彼がやろうとしたことは何かというと、当然遠近法も描けない、その、ボリューム感が出せないんです。いわゆるデッサンができません。だから、苦肉の策でこう考えました。
極端に言ってしまえば、この地球にあるものは、球と円柱と円錐で書けばいいんだというようなことを言うわけですね。つまり、塊と化して書け。で、さらに、面で覆って書けっていう話になってきます。今、美術学校にいる、最近は石膏はほとんど買わなくなりましたけども、僕らが大学入試の時に、まず石膏デッサンの洗礼を受けるわけです。その時にですね、アウトラインピーチ引いたりとか、目玉いきなり描いたりするとですね、すぐに指導者がやってきて、おい、何描いてんだ？面で捉えろ。と思いながら、面取りの石膏ではなくてですよ、つるんとしてるもんなのに面を生み出さない。こういうわけですね。面で分割しないと立体にならない。と、もっともそうなことを言うんですが、アングル先生の絵を見ると、そんなところ一つもないわけですね。つるんとしてます。両線を滑らかに描いてアウトラインをキリキリと描くと立体的に見えるというのが19世紀のアングル先生あたりが考えた一つのアカデミズムだったんです。それに対してその器用な技ができないのがこのセザンヌ先生ですね。なもんですから、セザンヌは思いっきり面に直しました。なんということか、このセザンヌが提唱したこの絵が描けない人のいわゆる絵の描き方というものが、なぜか、日本の戦後というか、明治以降と言うべきでしょうね。以降の一つのアカデミーのベースとして盛り込まれていってしまったのです。ですから我々は西洋画を見たとき混乱するんだし、一体何がアカデミーで何がアカデミーじゃないのかちっともわからないという人が多い。で、さらに言っている人、アカデミーってなんだ？デッサンとはなんだ？全くわからなくなってしまうんですね。それは何かというと、この印象派以後の人たちが考えた、いわゆる反アカデミズムなものが一つのアカデミズムのスタイルとして明治に入ってきてしまった。そのため我々は錯乱するんです。ただ、まあ、そんなことはともかくとしてですね、このセザンヌがやった偉業は何かというと、面で見ていく、立体をバラバラにしていくという考え方でした。この考え方はそのまま立体派キュビズムへと変換されていきます。そしてこのキュビズムの一つの旗手であるジョルジュ・ブラックですね。ブラック先生は、最初の頃はそのセザンヌのオマージュとかで風景描いてるわけです。色なんかもセザンヌ的ですね。セザンヌの特徴一つ言いましょう。色を抑えます。ゴーギャン先生が使っているような激しい色使いはしない。そして、ゴッホ先生がやってたような厚塗りもしない。薄くシャバシャバとタッチをつけながら、極めてグレーに近い色の幅でもって色味を押し殺した微妙な中間色で描いていきます。こういった絵を好んだ人たちの中に、日本人だと小磯亮平先生なんかがいますね。あの人は写実の絵に一瞬見えますが、このキュビズムの洗礼を受けた渋い絵を描く絵描きなんですね。その辺の観点でもって見てもらうといいのと、彼が東京芸大で教官をやっていた時には、かなりラディカルになって平面が起き上がってきまして、キュビズムかなと思うような中に写実の女の人がシャ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 と描いてある。これなかなか面白い絵なんですけれども。さて、このブラックが本気になってキュビズムを始めた頃ですね。キュビズムっていろいろ段階がありまして、実験的なキュビズムといって、まあ、キュビズムとは何かという話をしましょう。箱を見たときに、キューブっていうのは箱のことです。箱をバラバラにしていくわけですね。立方体だと全部で何面あったのかな？ 1、2、3、4、5、6個ぐらいあるか。6面体だったかな？これをバラバラにしてみたりとか、それからいろんな角度で組み合わせるということをやります。例えば、椅子を描くときに、我々は椅子に座っている女性をか、モデルさんを描いたとしますね。正面と側面はやめろよっていう指導をよく受けるんですよ、美術の教員から。なぜでしょうか？理由は簡単です。正面は奥行きが出しにくい。横は厚みが出しにくいんです。エジプトの壁画みたいになってしまうんです。石膏の時もアウトです。ちょっと振りたいな。正面に来た時は、なるべく椅子を低くして見上げろと。見上げると奥行きがつくので、
結構立体的になるよということで、日本画の受験生なんかよくやるのが、土産のバルスなんか結構やりますね。ともかく正面が嫌い。なんででしょうかっていうと、非常に説明し、空間が説明しにくいからです。ところがですね、我々の日常生活をしてて、例えば前に初めて見る女の人がいて、まあ、お見合いで挨拶するとしましょう。あるいは、会社の面接に行って、まあ、前に面接官が3人いたとしますよね。面接員が3人います。そこでですね、まっすぐ、普通だとまっすぐこう座ってきちんと、膝を揃えて、あ、どこどこの大学が来て何々と申しますと言って、挨拶をするわけですが、足を組むまでいかないけど、ちょっと端に構えまして、斜め45度ぐらいに構えましてね。で、くっと首をひねりながら、こんにちは、はじめまして、多田夏生です。君は何やってんだ？なんで斜めなんだ？いや、この方が僕の体が立体的に見えると思って、こういう面接はしないです。つまり、日常生活において、立体視するような角度で人を見るということはありません。女の人と今度会ったとする、話に戻りましょう。お見合いで女の人と会ったとしますよね。いきなりですよ。斜め45度に回り込んできて、女の人はじりじり回って、今度ぐるっと回って、後ろまで見てですね、いいお尻してます。なんかやらないですよね。で、斜めから見たのがあなたのボディがよくわかるから、これ非常に失礼です。こう言われます。初めて会った人じゃなくても、人と面接するときは相手の目を見なさいっていう。で、ただ、目をじーっと見すぎてるとですね、目がパチパチパチっとなって大変なんです。僕も大学時代ありました。僕の担当した教員が、教官が田口八十先生で、なかなか厳しい先生だったんですが、相手の目をじーっと見るんです。じーっと見て、何分、5分経った、10分経ったとこ、睨み合いになるんですね。絶対目を外さない先生で有名だったんで、僕は、よし、勝ってみようと思って、試しにじーっと見ていただく、田口先生がパッと目をそらしたんで、勝ったと思ったことあるんですが、まあ、ともかくとして、人の目を見る。で、目を見てると辛くなるので、そういう時は、鼻を見るようにするといいよ、なんていうマニュアルがあるくらいで、斜めに、初対面に、体を向けるというのは失礼です。というわけでですね、今度は椅子の話に戻しましょうね。椅子を見るときにですね、斜め45度に見て、うん、いい椅子だと見ないですね。まず真正面に来て、幅はどうかな？高さはどうかな？後ろ側は、後ろ側のデザインが結構大事だなとか思ったり、最終的に腰掛ける天板のとこ見ます。なんか汚いもついてないかなというふうに、つまり実用性に応じていろんな角度から見るというのが我々の日常の視覚のあり方なんです。それが45度に書いた方が立体的に見えるよっていう感じで、我々経験則で45度でものは見ません。そんなことしなくても歩き回れるからです。触れるからです。絵は触れない。動かせないんです。だから45度なんですね、ベストが。というわけで、この遠近法という一つの視覚トリックに対するアンチテーゼ、異議申し立てだったんですね。これがキュビズムでした。これが実験的に始まって、それがだんだんと面白くなって応用が始まりまして、どうせ分解するんだったらさ、どんどんいろんな方向にくっつけたら面白いよっていうんで、このような天才バカボンに出てくるような画面になってるわけですね。これがブラックです。そして彼らがこよなく愛したのがグレーでした。バンドのグレーじゃなくて、色のグレーです。グレードは何でしょうか？これ、全くのネズミ色じゃありませんよ。茶色が入ったり、若干グリーンが入ったりしてますが、ほとんどモノクローム近いような色だし、色を押し殺してます。色を抑えると何が見えるでしょうか？答えは、形態と質感です。質感を出すために彼らはコーヒー豆をひいたの、まあ、飲んでからですね、その、出し殻というか、あれをくっつけてみたり、砂を混ぜたりします。時によっては紙を貼ったりするんですね。そうすることによって、質というものを捉えていった。ここにビビッドな色が来てしまうとダメです。その色がまず見えちゃうんです。ちょっと実験的にやってみましょうか。例えばここ、
こういうふうになると、もう赤しか見えないですよね。こういうことが起こらないように彼らは色の抑制をしたんですね。伝えるべきものがある。小磯亮平さんが生きている時によく言っていた言葉ですね。私は色音痴だ。色が全然わからないんだ。苦手なんだっていう声があるが。まあ、山口先生と比べたらそういうふうに見えるんでしょうね。決して私は色が苦手なわけじゃない。こういう色が好きで使っているだけであって、色の対するコンプレックスはないんだとおっしゃってます。まあ、その証拠に彼すごく紫色を使うのが上手で、本当にこの強い紫色がピッと合うようにコントロールして入れてますね。さあ、これはピカソです。 ほとんどピカソもブラックもキュビズムぐらいで仲良くやったんですが、一生涯キュビズムをやったのはブラックです。それに対してピカソは途中で進路変更します。というより彼は年中絵を変える人でした。これはドランですね。ドランはこれは野獣派と呼ばれています。フォービズムという流派ですね。野見山暁治さんという絵描きさんが若い頃はフォービズムに憧れていたんですが、およそこういう絵ではなくて黒いですね。どちらかというとブラマンクっていう人が最初の頃は、フォービズムのこういう絵を使っているんだけれど、戦争が始まって暗い絵になってきます。でドロドロと闇に沈んだような時代があり、その後になんか新古典といって全く違う方向に行ってしまうんですけれども、そのブラマンクとかこのドランもそうですね。こういう人たちの影響を受けたんでしょうね。それでなんか黒っぽい絵を描いてました。でもフォービズムといった場合に、実はここが原点になってきます。 なぜ原点なのかというと、色をよく見てください。ゴーギャンが使っていたビビッドな色、そして一つ違うのは、ゴッホのような厚塗りと荒々しいタッチです。つまり、ゴッホとゴーギャンの子供にあたるような人たちが、この野獣派なんですね。まあ、なぜ野獣派と呼ばれたかというと、ただの悪口なんですけど、展覧会やった時に、ドナテロみたいな、イタリアの巨匠のドナテロですね、ルネサンス期の巨匠の作品のような古典的な彫刻が置いてあった周りにこの手の絵が並んでたらしいんです。で、客が、というより批評家が見て、おい、野獣に囲まれたドナッテロ、これなんとかしろ、というような感じで描いてたわけですね。それが面白おかしくって、俺たちは野獣派だっていうことで始めちゃったわけなんです。で、かなり実験的にやってますよね。色と線って言いますけれども、色もですね、ゴーギャンはもっと自由に使っていました。ところがこのドランになるとですね、よく見てください。どうもここに出ているのがコバルトブルーのような青ですね。そことカドミウムレッドとカドミウムイエロー、クロームイエローぐらいでしょうね。ちょっとホワイトです。で、その混色によってできてくるグリーンであって、グリーンは使ってない可能性が高いです。いわゆる三原色ですね。あと黒も使っています。このように三原色をいかに使うかということが、まあ、ポイントになるんですが、なぜそんなことをしたのかといえば、彼ら、この授業の冒頭でお話ししました。19世紀の絵描きたちが求めたものは何かというと、その絵画の本質です。そして本質とは何かといったときに、絵画の本質は色であり形である。そしてその色の本質は三原色と白と黒である、という究極の的な、まあ、印刷技術が始まったということもあるんでしょう。コピー機の持っている一つの性能のようなものが画面の中で展開されていて、実験的に繰り広げられているんです。ただ面白いところはですね、勝手にこう色をつけちゃって申し訳ないんですが、この辺です。この辺ですね。黒い色が決まってますね。画面中心に黒い色をパッと置くことによって画面が締まってます。非常に色の使い方が上手ですね。これはモンドリアンではありません。モンドリアンと違っていて、これは誰かというと、ドゥースブルクって書いてあって、モンドリアンほど有名じゃないんですけども。さあ、じゃあモンドリアンとどこが違うのかっていうと、何ら変わってないですよね。おそらくなんかマスキングのようなテープを貼っといて、間っこに色をピタッと置けば描けちゃいます。
これ結構、やばいんですよ。この手の絵っていうのは、最初にやった人はいいんだけれど、まあ、構成のセンスとか、間のセンスってありますけど、ある程度習得しちゃうと誰でもそっくりに描けます。つまり最初にやった人が勝ちになっちゃって、このあたりから、どうもオンリーワンという考え方になってくるんですね。19世紀まではオンリーワンじゃありませんでした。ナンバーワンが大事だったんです。誰が一番前かです。ところが、今の時代はオンリーワンになってしまった。オンリーワンって言うとなんか聞こえがいいんですけど、下手をすると、下手だろうが何だろうが、センスが悪かろうが何だろうが、最初にやった人が勝ちっていうことになってしまうので、急いで発表する。粗悪品でもいいからどんどん出しちゃうっていうことが起こってくるので、もっとじっくり考えてっていうとね、作品盗まれちゃったりするんですね。なんかいい時代ではないなっていう感じがします。で、今自分に流行っているある種の写実的なブームがありますね。あれはナンバーワンを競うんですね。あれはその辺の騙しが効かないわけです。で、そのオンリーワンという感じで言うと、もう先ほどの絵っていうのはもうやっても振り一人か二人やったらもうやれないんですよ。そこでやったのがこのデクーニングの熱き抽象というやつですね。原料一緒ですよ。白と黒と赤、青、黄です。でも塗りつけるように、要するにゴッホが言っていたような芸術は爆発だみたいな、あくまでみたいなですけども、その自分のパッションを画面にぶつけるということでは成功してますね。ただ、やはりこれも限界が来てしまって、似たり寄ったりになってしまうかな。東京芸大の先輩でこんな感じの人が昔いたようなっていうような記憶が蘇ってしまうくらい誰がやっても近くなるなっていう感じがあります。はい、先ほどの続きです。これはですね、インスタレーションと言いますね。モノ派という芸術運動が1960年代くらいに巻き起こりました。インスタレーションというのは何かということなんですけれども、これ関根信夫さんという方の作品です。スマリキュー公園の位相大地とか、そんなようなタイトルだったと思うんですけども、穴が開いてますよね。スポンとあの穴からこの土がポッと抜き上がって出てきたみたいですね。残念ながらこういう土木技術がないので、これはあくまでらしく作っただけのものですが、よくできてます。非常に美しい作品ですね。さて、これが、まあ、このモノ派について説明するというわけではなくて、この要するに1960年代以降、アンフォルメルが、1950年代ぐらいに日本に来たのかな。その後に少しずつ変わってきました。現代美術っていう波が一つ訪れまして、で、絵を描かなくなってくるんです。絵は死んだんだというような論調が世の中に出回ってきた頃ですね。これは聞いたことあるような言い方ですけれども、これはニーチェの言葉です。神は死んだ。この言葉をもじって絵画は死んだんだという言葉ですね。結構古くからもう言われていた言葉ですが、我々が一番記憶に残っているのはその20世紀の中央に言った言葉です。絵画がなぜ死んだのかということを端的に言っていきましょう。今、皆さんがご覧になっていただいているこの関根信夫さんの写真ですよね。この写真は写真ですけど、これ絵だと思ってください。で、皆さんが今パソコンやスマホで見ているこの画面にタッチしてみてください。タッチするとなんか絵が動いちゃうかもしれないけども。まあ、仮に触ったとしましょう。さあ、ここにあるスマリキュー公園の砂は触れたでしょうか。掘った穴は触れましたか？穴はちゃんとどのぐらいの深さだか確かめられました？そして、ここに置かれている土の塊はどのぐらいの重さだったでしょう？硬さどうでしょう？わかるわけないですよね。つまりです。ここに出ている画面はあくまで映像であって、これは写真ですから、映像であって本物じゃないんです。で、映像というのはプロジェクターで映せば、壁に映っているは壁の質感、触れば壁になるし、パソコンに映ってるパソコンで液晶の画面になってしまうわけなんです。つまり、これが映像というものです。映像は一つのメディアであり、そこにあたかも現実が広がっているようにしか見えない。なので、ここには関根信夫さんの作品はないわけなんです。
で、どこまでこれを例えば油絵に直してもキャンバスがあり、そこに関根信夫さんの作品らしく描いた絵の具がくっついてるだけであって、そこには何の真実もないという、こういう考え方をしたのが、20世紀中央の現代の美術の人たちなんですね。で、ここで我々はちょっと注意しなければいけないのは、じゃあ、あの絵はその虚像であるから嘘なのかという話になってきます。これをそのまま受け取ってしまうと絵は描けなくなってしまうんですね。で、実際描けなくなった人たちがいっぱいいるんですけれど、これなんかそうですね。ミニマルアートと言います。ミニマルって何かというと最小限度に直します。で、これは何かっていうと、キャンバスの上に絵の具を一色で塗っただけのものです。こういうのをシェイプドキャンバスと言いますね。で、なんでこんなことをするかというと、先ほど言ったように、人が描いてあったり、風景が描いてあったり、土が掘ってあるように見えたりとかした場合に、実際にはないのに、絵の具によってそのように見えたとするならば、それは嘘なのだということになってきます。それで、じゃあ、そこには、キャンバス、絵というものは本質は何かというと、キャンバスという一つの指示体という物体であり、そして絵の具が付着しているだけのもの。亡くなった江戸倉浩二先生が結構言ってました。若い頃から絵を描いていると、ある時から絵を描いているんじゃなくて、なんかキャンバスに絵の具を付着しているだけのような気分になっていた。まあ、そこから彼の物派の芸術というのが始まってくるわけなんですけど、物質との対話ですよね。まあ、でもそれはともかくとして、イリュージョンの否定とは何かというと、今言ったことになってきます。すごく大雑把な哲学的な考え方をちょっと申し上げますと、それまでの19世紀の絵画という芸術論というのは何かというと、本質に近づこうとしたんですね。本質に近づこうとしたのがクールベ以降の絵画です。だから、色に還元してみたり、線に還元してみたり、携帯に還元したりとかするわけですね。これが新しい一つの芸術運動だったんですが、彼らがやろうとしたことは何かというと、実は絵画を音楽に近づけようとしたんですね。音楽というものは基本的には純粋なものでできています。どういうことかというと、12音階、今それ以外の音もありますが、基本的には西洋音楽は12音階の中で構成していくわけです。そして譜面の中ではあくまで抽象的な概念です。そこは楽器を通じると、そこがどんどんフィジカルなものが起こってきて、ズレが起こってくるんですが、それがまたいいとこなんですけれども、基本的には音符っていう一つの抽象形態であり、じゃ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 ーんと鳴ったところで、これは何かを意味している、この曲を聴いた途端エッフェル塔が見えたとかライン川が見えた、だからまずありませんよね。見えたとしたらちょっと心が病んでるだけかもしれませんね。というふうに、音楽にはその具象性がないんです。歌以外は、歌は具体的なことが入ってしばしば入ってきますが、入ってないやつもありますけどね。何だか全然わかんないのもあるけど、でも基本的には何かの説明になってます。ということは、音楽の方が純粋なんじゃないか。こういうのプラトン主義と言いますね。イデア論というものがあって、イデアという原型、物の原型があります。その原型に近づいてくる、概念に近づいたものの方が気高いとだけ今説明しておきましょう。イデア論まで説明し始めると全然終わんなくなってしまうんで、まあ、ともかくとして、芸術を純粋化しようとした機運が19世紀末の美学にあったんだということを覚えておく。そして20世紀になるとそれが急進的に進むのですが、2つの対戦によって人間の質が変わってきます。どう変わったんでしょうか。つまり人間はどんなに究極の真理を求め、哲学を学び、本質を探したところで、結局は無益な殺人を起こしてしまう。人は全く成長できていないんだ。人間の本質なんて、美の本質なんて虚無だ。こういう考え方が起こっていくわけですね。この虚無っていう言い方をするのはニーチェです。人間存在は虚無だという言い方をする。これは非常に多義的な問題があって、人によって、時によって違ってきます。ニーチェは結局は人間存在は、
宗教という一つの枠組み、特に彼が指摘したのはキリスト教です。なぜかというと、彼のお父さんが牧師さんだから、神は、とっくの昔、ダーウィン先生が猿か進化したといった段階で創世記が総崩れになり、神の存在に対して疑惑を持つヨーロッパ人が増えているこの昨今の中、いまだに神というものを頼っていること自体が人間存在を虚無じゃないのかというような類の言い回しですね。そして、どこまで行っても人間が虚無である以上は、むしろ我々はその古い宗教体系を捨てて、チャラツストラになる。つまり、ゾロアスターですね。だいぶ古い宗教を出してきました。紀元前4世紀ぐらいの、古代ペルシャのですね、教祖ですね。これになれと彼は言ったわけです。これはどういうことかというと、既存の宗教に甘んじるのではなく、我々一人一人が一人ずつ宗教観を持って生きよう、強く生きようと言ったんです。こういうのを、彼の場合は、超人っていう考え方をしてましたね。全部スーパーマンになることを望んだわけなんですね。ところが、彼が言っていた虚無ということだけがなぜか一人歩きをして、20世紀は非常に虚無な時代になりました。虚無になっていく理由は人間疎外です。機械が発達して人間の存在価値がどんどん下がっていく。そして戦争によって人間の命が非常に軽く吹っ飛びました。20世紀の時代に死んだ人を計算すると、歴史の始まってからの死者の数とほとんど同じぐらい死んでると言った人もいます。本当かどうかちょっと怪しいところですけども、ともかくそれだけ死んでる。短期間で大量殺戮ができてしまった時代を、これを何というか暗黒の時代ではないかといった哲学者がいました。文明が栄えて、文明の利器が、飛行機が飛ぶようになった、これが本当に素晴らしいことなんだろうか。人があっという間に死んでしまって、人の価値が少ない時代は決して明るい未来ではない。それは暗黒の時代だ。というメッセージですね。ともかくとして、20世紀の虚無というものが我々を襲います。そして芸術家たちも本質を追うのをやめてしまったり、哲学者がそれをやってしまった。そしてこういう考えにつきます。本質に先立つものは何か。実存である。実存は本質に先立つという考え方。これ実存主義と言いますね。本当はもっと